皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は YouTube にいただいたコメントについてお話ししていこうと思います。このコメントだけに対してお話をするわけではなくて、いただいたコメントがきっかけでずっと思っていたことをやはりお話ししたいなと思い、今回は撮影をしております。今まで打ち明けたことのない強い思いをお伝えするので、どう受け止められるかはちょっと正直わからないんですが、ぜひ最後まで、見ていただけたら嬉しいです。まあ、しかし、すべての障害がある方たちに対して当てはまるわけではないことをちょっと お話しするので、あくまでも私目線でお話ししていることをご理解いただけたらなというふうに思います。どちらもアウディの動画を出した時にいただいたコメントなんですが、読ませていただきますね。1人目ですが、あなたが高級車を購入したり高額なリハビリ治療を受けることに反対はしませんが、あなたのような恵まれた人ばかりではないようです。私は介護士です。同じ障害で悲惨な生活を送っている人を何人も知っています。痛みなども中にはあるでしょう。仕事も満足にできないので YouTube で稼いでいるのでしょうか。それもあなたの人望と努力の結果なので否定はしませんが、よくもまあこれ見よがしに平気で自慢できると驚愕しています。お家が裕福なのかもしれません。それもまた幸運なことです。世の中には高額なリハビリを受けられずに私の介護タクシーを依頼してくる方も見えます。大抵の場合生活はギリギリです。私が福祉課とか、ケア、福祉課とか、まあ、ようやく施設入居できたこと方もいます。冷暖房もなくテレビもなく車椅子さえもなかったので私の一台を差し上げました。もう少し謙虚に文を見つめてみてはいかがでしょうか。ごめんなさい、漢字読めませんでした。と、もう一つが、まこさんの初期の頃は謙虚で頑張り屋さんで自分の障害をみんなに広く知ってもらおうと頑張ってる姿に心打たれましたが、ここしばらくこの動画みたいにいくら中古でもアウディ購入したり高額なリハビリなどを受けられ、それはこれまでまこさんがの、まあ、頑張りがあったからだとは分かってますが、なんだか恵まれた障害者のように見えそう感じては、見ていてつまらなくなってきました。まこさんみたいな障害者はそんなにいないと思い、もう少し恵まれない障害者のことに気をつけながら動画制作してください。なんかこのところ、金持ち自慢動画にしか見えなくなりました。チャンネル登録解除します。頑張ってください。お二人からね、コメントをいただきました。まあ、結構以前もこういった内容、まあ、車への乗り降り動画を投稿した際に、障害者なのにいい車乗ってとか、旅行行った時に障害者年金で遊びやがってとかっていうのがありました。まあ、以前よりはそういうコメントをいただくことは本当に基本的にないですし、まあ、いただいてるからといってなんかすごくショックを受けてるとかっていうわけではないし、それに対してなんだこの野郎っていう思いではないことをまず知っておいていただいて、ちょっと話の続きを聞いていただきたいんですけども、ちょっと前にも話したことがありますが、障害者イコール貧乏とか、障害者イコール質素な生活をしてないとダメみたいなイメージってまだまだやっぱり皆さんの中であるんでしょうかという、まあ、その疑問が一つあります。まあ、私自身確かに以前より自由に使えるお金っていうのは増えてきたのは事実ですし、まあ、それによって、買うものや行動が変化するっていうのは当たり前だと思います。で、まあ、だからといってわざわざそれを隠す必要性というのもないと思っています。まあ、状態にもよりますが、まあ、障害者イコール貧乏
っていうのの原因って、やっぱり一番は雇用問題にあるんじゃないかなというふうに私は思います。まあ、だからこそ私は、まあ、その障害を負った当初、雇用される、どこかに勤めるっていう選択肢もあったと思うんですけど、そういうのは個人的には嫌だったので、誰かから雇われることもなく自力で収入を得ようと思って、まあ、その一つがYouTube で発信をすることというふうになりました。コメントいただいている方も、まあ、初めから見ていただいているというふうにはありましたけど、私が何者でもなくて、ただただ中途障害で車椅子になった女性っていうのを知っていただいて、感じていただけてるのではないかなというふうに個人的には思っています。だからこそ今この状況になっているのは、見てくださってる皆さんのおかげです。ネットをつないで、自分の時間を私の YouTube を見る時間に当ててくださって、そのおかげで私一人の人生っていうのがとてつもなく変わりました。直接的なお金をあげることなく、まあ、そのスーパーチャットとかはあれですけど、まあ、でも直接的なお金をあげることなく他人の生活を支えているって、とてもすごいことであって、私は夢がある話だなというふうに思っています。まあ、私の影響とは言いませんが、でもやっぱり私の後にというか、障害がある方の YouTuber さん、まあ、YouTube で発信する方っていうのは増えてきて、でその人たちにも新たな収入が生まれて、その人たちの生活も支えている状況っていうのは今現在、まあ、全員ではないんですけど、ある程度の人たちに対してもそういう状況、収入が生まれてるっていう状況が作られてます。まあ、だからこそもう障害者って雇われることが全てではなくて、貧乏かどうかっていうのは自分の行動次第でも大きく変わってくるものなんじゃないかなというふうに思います。その道筋を私が作っていきたいっていうふうに言ったらおこがましいかもしれないんですが、でももっといろんなことで収入を得れるということを自分の行動で示していきたいですし、まあ、もっともっとできるのであれば、まあ、自分がその雇用を埋めるっていう立場になれたらいいなというふうに個人的には思っています。そしてもう一つ、車椅子用品や、まあ、障害に関するアイテムが高いと多くの方がおっしゃられますし、まあ、それはそうだなと私も思います。まあ、でも作り手さんがいて、その販売する方たちがいて、でその会社さんも利益を出さないといけないし、利益を出さないと社員さんに対してお給料が払えない、でもお客さんのその数っていうのは、明らかにやっぱり健常者に対してじゃないので、数っていうのは少ないですってなると、やっぱりどうしても単価を上げないと成り立たないわけですよね。安く提供してるところっていうのは、まあ、採算度外視で行っているところもあります。だから車椅子の販売店さんっていうのはすごく赤字経営が多いですし、潰れるところも多くありますし、まあ、新規っていうのもなかなか出にくい状態っていうのもあります。まあ、それでもお安くしろよって言えますかっていう話なんですよね。障害者のためにボランティアしろよって、言えますかって、私はそんなことは言えません。まあ、でもそれって会社も悪くないし、お客さん側の障害者、そして、その家族が悪いというわけでもありません。まあ、もっと収入源があって支払う余裕ができる環境が少ないということが原因なんだなと思います。解決策っていうのは正直今あるかって言ったらわからないんですが、でも今の時代はネット上で完結仕事ができることが多いです。プログラマーだって PC があればできますし、じゃあって、プログラミングわかんないから無理だっていうんじゃなくて、プログラミングを学ぼうっていう気持ちがあるか、いやそんなパソコン買えないし、いやでも本当に買えないのかってなったら、多分いろんな
ことを駆使したら買えるお金っていうのは出てくると思います。そんな高いパソコンを買わなくても、まず安いパソコンから買って勉強するっていうことはできると思います。その先行投資ができる気力があるのかっていう部分ですよね。こんなこと言っていいのか本当に正直わからないんですが、障害を負ってる人たち、中途障害の人たちとかもそうですけど、その障害を負ったから、その心がまだまだ立ち直ることができない、前向きになれない、だから仕事にも向けない、何もする気に起きない、でもお金ない、何も買えない、高いっていうのって違うんじゃないかなっていうふうに思います。確かに怪我を負ったことでのショックっていうのはありますし、でも生活しなきゃいけないし、じゃあでもその状況で満足するのであれば、そこに対して愚痴を言うっていうのは違うし、でも自分で何か行動を起こすことによって変わることってあるし、何かが欲しいのであればそれに向けて、じゃあどうそれをゲットするために動かなきゃいけないのかっていうことはあると思います。私はだから、なんていうんですか、家がお金持ちとか裕福なわけでもありません。親のお金をサポートしてもらって何かしたことがあるかって言ったらあんまり記憶もないですし、一番下なので基本的にお金は全部上の子たちが使ってってみたいな、私はずっと高校時代から、バイトして、自分のバイトしたお金で遊んでっていう生活をしていました。だからこそ怪我をした時も、貯金なんて本当にそんなにというかほぼほぼないけど、生命保険をかけていた分、その生命保険の500万が降りるんですよね。でその500万の中で、入院費であったり、その他自分が必要とするものを購入して、じゃあでもその500万だっていつかはなくなって、もうそんな1年ちょっと、2年持つか持たないかくらいだったので、じゃあそれを逆算して今の出費とこの500万がなくなるまではどれくらいかかるんだろうを計算したら、じゃあいつまでには収入を生まなきゃいけないっていう計算の中、YouTube どうやったら再生回数上がるかなとかっていうのを研究して、じゃあどういうふうに企業さんとタッグ組めるだろうかっていうふうなのを自分で一生懸命探した上での今の結果です。それは皆さんのおかげもあるし、もっともっと自分で頑張らなきゃいけないこともあるので、ここで私は止まりたくないし、私はこれからもいろんな環境に飛び込んで自分がいかに豊かになれるか、やっぱり自分が豊かになってないと他の方たちにその豊かをこう分け与えられる自信はやっぱり正直ないので、自分が豊かになれる方法をまだまだ模索して、じゃあ私はこういうふうに今活動してますっていう、その変化もこれからも伝えていくつもりです。なりきんなんて言われたら褒め言葉くらいに感じながら、私はこれからも生活していくつもりですし、変わらずに発信をしていくつもりなので、なんか本当に障害者っていうイメージ、当事者にとっていいイメージ、健常者にとってどういい、いい悪いわからないですが、でも私にとって私がなりたい自分っていうそのままでいくつもりですので、見守っていただけたら嬉しいです。ということで、ちょっと今回はなかなか言わなかったことをお伝えさせていただきました。今後とも引き続き動画を見ていただいて、私のその行動から自分もこういうふうに変わろうかなって思っていただけたら嬉しいです。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。